アイヌール湖はアメリカ合衆国ルイジアナ州に位置する湖である。以前は10フィートの深さの淡水湖だったが、1980年11月20日に発生した事故により、湖の形状と周囲の地形が大きく変わってしまった。1980年11月20日、契約に基づいて石油採掘を行っていたテキサコ社の作業員が誤って湖の下にある 岩塩鉱山に届く穴を掘削してしまった。事故は測量システムの誤った解釈により発生した、もので14インチのドリルにより開けられた穴は連鎖的に広がり、淡水だった浅い湖はより深い塩湖へと変わってしまった。事故により多くの証拠が破壊されたり、下流に飲み込まれてしまったため、何が発生したかを特定することは難しい。一説によれば、 テキサコの作業員による計算ミスが原因で湖の底に穴を開けてしまったことにあると言われている。結果としてすべての湖の水が穴に集中して吸い込まれ、流入した水により土壌や塩が洗い流され、何年もかけて塩が掘り出された後の洞窟を満たした。人的被害は幸い報告されていないが、3匹の犬が犠牲となった。事故の時点で校内にいた作業員は、 事前に行われていた避難訓練が功を奏し、全員避難することができた。テキサコ及び掘削業者は、3200万ドルを岩塩鉱山の管理会社に、1280万ドルを周辺の食事業者に支払った。事故後、淡水だった湖は塩水あるいは寄水へと変化してしまった。事故により、湖は深さを増し、生態系に、 永久的な影響を与えることとなったパイヌール国策事故に関するカテゴリーありがとうございます。